とうございます。サーシーブーです。本当は今日ねサイドオーダーの考察動画を上げたかったんですけども、見事に編集が間に合わなかったので新シーズン恒例の理想の新武器紹介をやっていきます。まずはこちら、ハイドラントグラフィティ。サブはスプリンクラー、スペシャルはスーパー着地です。見た目がおしゃん。しかも強いか弱いかは置いといて、スーパー着地が復活してるのがいいですよね。スプラ3ではヒーローモード限定のスペシャルになってしまったので、何かしらの形で復活してくれたら個人的には嬉しいです。2つ目はこちら、ドライブワイパーアンペア。サブは炭酸ボム、スペシャルは帝王イカです。電気が通ってるような見た目をしてますよね。サブスペの組み合わせも強いですが、インクだけでなく感電攻撃もできて強そうです。3つ目はこちら、ロングブラスターイン 2K。 サブはクイックボム、スペシャルはデコイチラシです。ポップでだいぶ可愛いデザインですね。シーズン4でおそらくデコイチラシが強化されますので、その強化次第では強武器になりそうです。4つ目はこちら、北斎ジェイドヌーボー。サブはロボットボム、スペシャルはカニタンクです。この子だけ名前がめちゃめちゃかっこいいのが面白いです。北斎の短射程を補うカニタンク、結構強そうですよね。で、今回ご紹介したこちらの武器たち、もちろん公式のものではなくファンアートになります。今回も海外の凄腕クリエイタープフューさんの作品をお借りしています。定期的にスプラに関するファンアートを投稿していますので、もしよろしければ概要欄とコメント欄のリンクからプフューさんのアカウントも覗いてみてください。というわけで今回は短いですが締めたいと思います。明日はちょっとした発表がありますので、新情報と一緒に楽しみにしていてください。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモー、それではまた、アーディオス。チャンネル登録よろしくね。最後まで見てくれて